今年を振り返って一言。はい、今年もいろいろありましたが、来年も頑張ります。今年もよく登りました。そうね。52回行きました。会社の OB 会の行事はことごとく中止 でここに来るのが楽しいんで、アルビスさんは今年は、今年は北海道から縦断を1回と東北まで1回縦断と関東までが3回ぐらいやったの、そうね、結構2回行きましたね、結構走りました。大河、はい、どうですか今年の彼女との、今年もね、今年も健康でいやいやいや、そんなことお仕事一本だからもう一生懸命今年も頑張りました。元気やね、でもね、ですね、瀬野君の車であちこちドライブに連れてってもらいました。三股山も最高でした。今年はどうでしたか。今年は最高の年でした。そう、よかった。来年も最高でしょ、うん、最高。先生にもらい続けてね、毎日毎日もう練習場が空いてる日は毎日通って、だからうまくならんけど成長しました。はい、よくなりましたね。練習したらいいかとよ。なぜならよ、おじいちゃん別の悩みで。いや、人間悩んだらいかんとよ。長官で頑張りました。はい、そうです。ゆ、床はどうですか。毎朝床は福日ですか。環境はすみません。